さてと皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターの動画を撮っていきましょうか。そしてついにやってきてしまったっていうか思ってるより早かった修正アップデートバージョン 11.0.2。 いや本当に早かったな。まさかこんなに早く修正が来ると思いませんでした。ではいくつか修正がやってきたわけですが、そこをまとめた動画は別途投稿しておりますので、もしよろしければ、おそらく昨日の動画見ていただければわかるんじゃないかなと思います。でその中で今日はですね、1点ピックアップして深掘りしていきたいと思ってますね。でその内容としましては、8月26日金曜日に配信されたアップデートバージョン 11.0.2、 こちら無料タイトルアップデートではなくて修正アップデート、そして防具怪異連星のリセマラが修正されてできなくなりました。もちろん他にもですね、修正された点であったりとか調整された点がありますが、やはり一番影響が大きいのがこちらかな。まあネット上でもですね相当話題になってまして、まあ後ほどですねツイッターで皆さんの意見を見ていきたいと思っているわけですが、ただかなりこちら話題となってます。でまあ細かい話は後ほどしていきましょうか。じゃあ怪異連星のリセマラができなくなった、なるほどな、まあそれは仕方ないよ、じゃあこれからどうしたらいいんだっていうことですね。でまあ簡潔的に話していくと、メモにも書いてある通り、まずは高ランク装備で連星、まあこれは鉄板ですよね。でその中で希望のスキルですね、まあいくつかあると思うので、でそちらが出なければ、まあ残念ながらですねセーブせずにリセットと。なのでまあリセマラってわけじゃないけど、まあ、リセットをね使うことによって、まあ、一応ですね現時点でも効率よく連星を進めることができますね。まあリセマラってほどではないけどね。うん。でその次に素材消費の少ない低ランクの4スキル装備を連星と、括弧途中で希望のスキルが見つかるとスキルを付け替えましょうと、まあ、そういったお話になりますね。でもし希望のスキルが見つかれば、まあそのままで別にいいと思いますし、もしなければ先ほど申し上げた通り素材消費の少ない低ランクの装備を連成して、それでセーブして最初に戻ると、まあこれの繰り返しかなっていうところですね。まあひたすらこれをやっていくことによって、そのうちですねいいスキルと巡り合うことができると思いますので、まあ怪異連星マラソンができなくなってしまったので効率が大幅に落ちてしまっていますが、ただこの方法を試すことによって、まあ、少しでもですね効率が良くなると思いますので、まあ、こちらでやっていきましょうと、まあ、そういったお話になりますね。はい。まあ使用の範囲内でやっていくって感じかな、厳密には。では次にネット上の意見を見ていきましょうか。ツイッターで検索をかけました。怪異連星リセマラっていうことでどのような意見があるんでしょうか。こちら見ていきましょう。では更新していきましょうか。さあどういった意見があるのか、そしてもしよろしければこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまず上から見ていきたいんですが、アップデしないで怪異連星リセマラすることを闇の連星って呼んでる。怪異連星リセマラできなくなって解約とか言ってる人キモすぎる。ちゃんとクエストもいけないの、ひえー、やっぱ怪異連星リセマラ死んだか。やれるうちにやっておくのは大事やな。怪異連星リセマラなくなってマジモンハンする意欲なくなった。同じ敵だけを効率よくひたすら作業で倒すことを要求されるゲームはハンライス時代のナルハタタ姫集会で十分味わったから、もう勘弁してくれ。好きなスキルやつけれなかったスキルつけてから普段やらないようなやつに挑める余裕や楽しみ返して。まあこれを見てみると、まあ、かなり賛否両論ですね。怪異連星リセマラ修正を後から修正するのは卑怯だろうって言ってる人いて、草狩りしろよ、リセマラゲーじゃないんだから。まあ確かにねこれは一理あるよな。まあ確かにって感じですね。アップデートで防具の怪異連星リセマラ潰されたな。アイスボーンの錬金みたいに錬金時に必ずセーブされるとかじゃなくてよかった。リセマラを使っていないけど数十回試行して理想のが出なさそうならロードしてほどほどので確定するとかやっていたので、それを潰されたらさすがにきつかった。まあこれはまあ厳密には問題ないですからね。
まあ、怪異伝説リセマル修正されててくさ、みんななんか同じようなことを書いてますね。ただ意見は大体同じような感じでしょうか。はいはいはい。怪異伝説リセマル修正されたってことはもう数回すしかないってことか。なら怪異化モンスの体力下げてくれませんかね。ただクエストを厳選すればモンスターの体力は下げることできるけどね。まあ、例えば時間をですね30分のクエストを厳選するであったりとか、まあ複数体のモンスター討伐を厳選するであったりとか、まあいろいろ方法はあると思うんですが、怪異等級の優秀なところはですね、実はモンスターの体力も変動するからな、条件によって。なので厳密にはですね結構簡単に狩ることもできちゃったりするんですよね。確かそこについて他の動画で語ってると思うんで、もし気になる方はですね昨日か一昨日の動画を見ていただければと思います。まあ、条件が実はあるんですよ。はい、まあ、そんな感じですね。怪異伝説リセマルできなくなったけど効率のいい回し方とか付け替え方知ったから暗幕にならなかった。そう、スキルの付け替えはねまだできるので、まあ、これに関してはね仕様っちゃ仕様ではあるので、まあ、特に不具合とかバグではないので、まあ、これは問題ないんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、そうですね。マカレンキの時よりあんま騒がれないのはそこまで痛くないってことよね。いや、かなり騒がれてる気がするけど大丈夫か。めちゃくちゃ騒がれている気がしますよ。ただまあ対策されるとは思っていたけど、ただ思ってるより早かったっていうのがね、意見としてかなり多いのかなっていうところですね。ただ、どうなんだろうね。パッと見だと、まあ残念がってる方もいるけど、逆にようやくね、フェアになったなみたいな感じで、まあ、そういうねツイートをされてる方もいるのでどうなんでしょうか。まあ別にいいっちゃいいのかな。これを見てみると、まあ、正常に戻ったみたいな感じですので、ただまあ全体的には悲しんでる方が多いのかな。まあ、逆にいいねって言ってる人もいますからね。ただまあ効率は確かに悪くなってしまうので、まあ、大変じゃ大変ではありますけど、まあ、それがモンスターハンターなんで、まあ、本来の遊び方に戻るということで、まあ、これはこれでいいのではないでしょうか。まあ、そんな感じでございます。はい、ただまあね、こういったガチャ回したいならソシャゲでもやってろうみたいな感じで、まあ逆に、まあ、アップデート良かったんじゃないかっていう意見も多いみたいですね。まあ逆にアップデートすんじゃねえよ、クソ、運営どうなってんだみたいな意見もありますけど、まあ本当に様々な意見があるんだなっていうことが改めて分かりました。皆さんはどうでしょうか、今回のアップデート。満足されてますか。ただまあ、リセマルがあることによって、本来のその遊び方がね、まあされてないという、まあそういった問題点があったので、そこが改善されたっていうところは、まあ中長期的に見るといいのかもしれませんね。まあこのモンスターハンターっていうゲームはやっぱりその、まあ、効率を求めるっていうのはとても重要ではありますけど、なおかつ、まあ、いい装備を作りたいっていうニーズもあるっていうことは分かりますけど、ただ大前提としましてやっぱりね狩りをするゲームではあるので、まあ、そういったところをね考えると、まあ、コンセプトからややずれてしまっておりますので、まあ、確かにリセマラできるっていうのはね利点かもしれませんけど、ただそれによってですね本来の遊び方ができないというところがあったので、まあ、今回のアップデートはですね、まあ、そういった意味だとかなりのね紙アップデートになったのかなと思いました。はい、なんか事前の公式のアナウンスでは次回のアップデートで修正しますよみたいなアナウンスがあったので、これもしかするとあれ無料タイトルアップデート第2弾で修正になるのかって思っていましたけど、なんか思いのほか早くてびっくりしましたね。皆さんはどうですか。ただこんなに早く修正来ると思ってる人ってあんまりいなかったんじゃないかな。どうなんだろうか。まあそういったところで現状の説明であったりとか、あとはですねスキルの付け替えについて簡潔的にお話をさせていただきました。ただあくまで今回の動画個人的な意見が多く含まれておりますので、参考程度に受け取っていただければと思います。では今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。あとはイベクエの実況動画とか別途投稿しているので、もしよろしければそちらの動画もご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。そしてここまで見ていただいた方は高評価もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。